こんにちは、武蔵野市の鍼灸整体神成治療院の神成です。今回はですね、慢性膵炎の、方でですね、非常に多い症状の左肩に、凝りや痛み、張り感などがある場合に自分でできる処置法というのをお伝えいたします。慢性膵炎、膵臓の状態が悪い時ですとですね、お腹の膵臓の、反射で左側の背中や左の肩が、痛みが出たり凝り、張りが出るということが非常に多いです。その時にですね、自分でできる簡単な方法、それ今からお伝えしますね。まずですね、左肩ですので右手を使います。右手の指を3本ほどこんな感じでね、指を立てます。指を立てましたら、左肩にあるこの一番盛り上がった、筋肉の盛り上がった凝りのある部分、東洋医学のツボでいうと牽制というツボなんですけれども、その牽制というツボを、前からこう後ろにね、少し引っ掛けるような感じで、ツボを押します。そうしましたらですね、この顔をですね、斜め下45度にぐーっとこう倒していきます。そうするとここがビーンって突っ張るのが分かります。これを5回繰り返します。2、3、4、5、5回やったらば、手を離して一度深呼吸しましょう。はい、これで終わりです。その後にまたね、ちょっと首肩をこう確認してもらうと、左側の肩がね、張りが少なくなって軽くなっていることが分かります。簡単ですので、日常の生活に取り入れてですね、ぜひ、試してみてください。本日は慢性膵炎の、方で一番よくある症状、左肩の張り、凝り感を自分で解消する方法をお伝えしました。本日も最後までお聞き見ていただきありがとうございます。